い、めげくんです。ポルシェのチューナーでテックアートっていうところがあるんですけど、まあ、そこから公式のアセットコルサ用のモッドが配布されたんで、それをゲットして乗ってみたいと思います。まあ、配布されたモッドがこの992のテックアートの GT ストリート R ってやつですね。ちょかっちょいいですね。メイ君のニスモと交換してくんないですかね。絶対無理ですよね。欲しいけど買えないね、こんなのね。なんか後ろのリアウィングがおみこしみたいになってますね。なんかこれ自動で上がったり下がったりするみたいなんですけど、まあ、そういうところもモッドでしっかり再現されてるみたいなんで、まあ、じっくり走ってみたいと思います。こういう感じでね、まあ、アセットコルサでも何でもいいんですけど、メーカーもモッドで配ってくれるといいですね。なんか実車買う前に乗ってみて気に入れば買うみたいな。買えないですけどね。なんかもうこれだけで満足しちゃいそうです。もうね、こんなのぶつけたら大変ですよね。しかも家より高い借金を負うことになりそうなんで、まあ、ダウンロードしたものを早速ねインストールしてみました。コンテンツマネージャーからテックアートっていうのを選ぶと、そこにポルシェ入ってましたね。はい、ちゃんと入ってました。で、まあ、デフォルトはねイメージカラー黄色だったみたいなんですけど、まあ、メイ君もし万が一何か間違って買うんだったら緑が欲しいんで緑にしてみます。で、これもこちらもまたね一生走ることないだろうっていうコースで、ニュルキタ、ニュルキタで992、まあね逆立ちしても無理なところですけど、まあそこをサクッと走れちゃうのがこのシミュレーターのいいとこですね。はい、ということで、まあ、早速乗っていきたいと思います。いやいいですねこれね。他のメーカーもぜひこういう感じにしてほしいですね。チューニングショップとかもね、なんかこういう風な感じになりますよっていう、まあ、そっくりじゃないんでしょうけど、でもなんかこうやって走れるとちょっと買った気になるんですごくいいですよね。はい、ということで、最後までよろしくお願いします。
アイニュルをなんとなく一周走ってみました。いいですね。実車じゃ絶対できないですもんね。続いては首都高トップスピードを計測してみたいと思います。テックアートのねホームページにはね800馬力で350キロってなってましたけど、まあなんかね、まあさすが元ですね、360キロオーバー出てますね。でこの車ね発足オートマ発足ミッションなんですね。ただ発足オーバードライブになってるんでもう落ち着いちゃうんで、トップスピードは7速で360キロオーバーでした。いやーすごい、首都高湾岸線こんな速度で走ったらね二度と免許取れないですよね。まあ気をつけましょう。はい、ということで、最後はサーキットを軽く流してみたいと思います。まあ、とりあえず手っ取り早くねいつものスパですね。はい、ということでスパを軽く一周していきたいと思います。それじゃあね、最後までご視聴ありがとうございました。じゃあまたねー。